グログランリボン、こちらねよく使います。ポーチのタブにするのによく使いますね。こんな感じで、ということで本日もポーチです。こんにちは、うさんこです。今日使うのはこちらの生地。春ですからね、春っぽい感じのものです。表布はリバティのオックス、リバティタナローンよく使いますが、今回はねオックス生地です。ちょっとね厚みがありますよね。こんな感じで、タナローンじゃないのもねたまにはいいですよね。それでこちらがね裏地、薄い黄色っていうのかな。でモダファブリックスのこのね、モダファブリックスのグランジという種類のものです。カメラ越しなんですが、ちょっとこう、なんていうのかな、色がいろいろ入ってるの分かりますかね。ニュアンスが素敵です。こちらでね、ポーチ作っていきます。ファスナーはね、布に対してね、こうやってね、つける予定です。これでね、ポーチにしますよ。使用するファスナーなんですが、今回は18センチです。使用するファスナーは18センチ。布は上下 3.5 センチずつ足すので、使用するファスナーの長さに対してプラス7センチしてくださいね。で、材料は表布、裏布、ファスナー、タブです。表布と裏布は同サイズ。ファスナーは18センチを使用します。なので布のサイズは25センチ ×40 センチ、25センチ ×40 センチになります。表布には接着芯を貼っています。タブは6センチ ×2.5 センチ、6センチ ×2.5 センチです。表布にファスナーを縫い付けていきます。ファスナーの金具は下向きです。ファスナーの中心と布の中心を合わせます。布端から5ミリのところにファスナーをセットしてください。ファスナーの金具は下向きです。布端から5ミリ、ファスナー端から5ミリのところを縫っていきます。ミシンの縫い始めと縫い終わりは返し縫いしてくださいね。ファスナーの金具はミシンの押さえに当たらないように開けたり閉めたりしながら縫っていきます。私はファスナー縫い付ける時も普通の押さえで縫ってしまいます。ファスナーの金具が当たらないように片側押さえというのを使う方もいらっしゃいますよね。私はね普通の押さえで縫っています。縫えました。縫えたら裏布を中表に重ねます。裏布は表布の縫い目の2ミリ下を縫ってください。裏布をね縫い付ける時もファスナーの金具がミシンの押さえに当たりそうな時は金具を開けたり閉めたりしながら縫っていってくださいね。縫えたら表布と裏布を合わせてファスナーの際を縫っていきます。縫えたら反対側のファスナーにも布を縫い付けていきますよ。布端から5ミリ、ファスナー端から5ミリのところを縫います。ファスナーの金具がミシンの押さえにぶつかりそうになったらファスナーをずらして縫っていきますからね。縫えたら裏布を中表に合わせて表布の縫い目の2ミリ下を縫っていきます。縫えたらファスナーの際をね縫い押さえたいんです。なので一度ね表に返します。こちら側も表布と裏布を重ねます。こちら側と反対側からも縫って縫い合わせるような縫い方で縫っていきます。こちら側はねちょっと縫いにくいんですよ。一気に全部縫えないのでちょっとずつね縫って合わせていきます。後ろにあるこの布を縫ってしまわないように
注意してくださいね。無理せず縫えるところまで縫って、でまた反対側からも縫って合わせるようにファスナーの際を縫い押さえていきます。縫い合わせられたら、このファスナーの両端にタブを縫い付けていきます。今回ね、タブ6センチにしましたけど、もっと長くてもいいし、お好みで短くても構いません。端から5ミリぐらいのところを仮縫いしていきます。仮縫いできました。ファスナー部分が今回返し口になります。で、裏にもう一度返します。布の中心にちょっと切り込み印を入れておきます。布の中心とファスナーの中心を合わせます。だからね、こんな感じに切ってほしいんです。カットできました。ファスナーは半分ちょっと開いている状態です。ここが返し口になります。上の部分の布だけ上下3センチぐらいカットしました。ファスナーの際のところで揃えています。この部分をカットして、下側はちょっと残ってる部分があります。ここ端から4センチぐらいのところでカットしてください。下の部分も同じように端から4センチぐらいのところまでカットしてくださいね。で、角もちょっと切り落としてます。残した部分で端をね、くるみたいんですね。サイドにまちができるように折っていきます。どうだかというと、ここの端っこサイドの輪っかがここの縫い目に合うように折りました。こう折ってから両サイド1センチ残るように、ここをカットした方がいいかもしれないです。で、ここの角は切ってくださいね。角切った方がくるみやすいと思います。くるんでいきますが、1センチぐらいかな、2回折るようにくるみます。両サイドのこう1センチぐらい残った布、そこをねカットしても構いません。お好みでいいような感じでカットしてください。反対側もくるみます。だいたい1センチ1センチ2回折れるぐらいな感じですね。ファスナーの金具の外側に折った端がくるようにしてくださいね。で、まあ際を縫うだけなんです。ちょっとね、重なりが硬いかなと思うんですが、縫えない硬さじゃないですね。こうずれないように慎重に目打ちで押さえながらこう押し出していくような感じで縫うと縫いやすいかもしれません。ここね、この上で正解ですからね。ただね、表に返します。できました。完成です。これね、ぺたんこじゃないんですよ。まちはサイドなんです。この折ったところをガバッと開くとまちになります。結構ね、折り込んでるので、マチが深かったかなとも思います。ただ割と折り込んでるので、内容量はね、結構いろいろ入るんですよ。ファスナーが18センチなので、ちょっと長いペンとかは入れにくいかもしれません。これはね、入りますけどね。こんな感じです。結構ね、潰すとぺちゃんこになっていいですよね。で、いっぱい入れたい時は割と入るっていうのも好きです。こう折ったところで、くるんで折ったところが、まあ、縫い代を隠してくれるので、中は綺麗ですよね。マチはどれぐらい折り込むかでちょっとね変わるので、お好みにアレンジして作ってもらえると嬉しいです。厚みのあるものをね、たくさん入れちゃいます。可愛いので、皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね。バイバーイ。